あとはジョルノ任せたぞ。ブチェラティ、あんたの体は今殺すようにある。あの体はジョルノ、俺は生き返ったんだ。故郷ネアポリスでお前と出会った時、組織を裏切った時にな。ゆっくりと死んでいくだけだった俺の心は生き返ったんだ。お前のおかげでな。幸福というのはこういうことだ。これでいい。気にするな。みんなによろしくと言っておいてくれ。よくもこんな取るに足らない小娘のためにこの便器に吐き出された炭カスどもが、この私に対して矢を支配するのはこのディアボロだ。やったぜ。さすがブチャラティ。かなり際どかったが、トリッシュはこれで助かるぜ。ジョルノ、手当てを。ブチャラティは今コロッセオだが、すぐここに来るだろうしよ。な、おい。気にするな、ジョルノ。そうなるべきだったところに戻るだけなんだ。元に戻るだけ。ただ、元に。誰が言った言葉だったか。我々は皆運命に選ばれた兵士だが、この世がくれた真実もある。運命はこの俺に時を飛ばし予知ができる能力を授けてくれた。間違いない。それは明らかな真実だ。この世の運命は我がキングクリムゾンを無敵の頂点に選んだはずなのだ。俺は兵士ではない。くそー、その俺に対してこの手の中に、あの矢がこの手の中にない。よくもこんな、こんなことでこのディアボロが敗北するわけがない。ここは引くのだ。矢から身を隠し反撃の時機を待つ。ここで一時引くのは敗北ではない。俺は頂点に返り咲ける能力がある。